路線もオーウェスト、ミッドランズトレインズは、安倍利用、三井物産、東日本旅客鉄道が出資するイギリスの列車運行会社である。2017年に、ウェストミッドランズ地方を中心とした鉄道フランチャイズである、ウェストミッドランズフランチャイズの運行を、ロンドンミッドランドから引き継いだ。ウェストコースト本線やその支線区の列車については、ロンドンノースウェスタンレールウェイ、 ウェスト・ミッドランズ地方内の列車については、ウェスト・ミッドランズ・レールウェイのブランド名を使用している。契約満了は2026年の予定である。2016年4月に、運輸省は、ウェスト・ミッドランズ・フランチャイズの次期運行会社の候補として、コビア、香港鉄路、ウェスト・ミッドランズ・トレーンズ、三井物産、東日本旅客鉄道のコンソーシアムの3社を指名した。 同年7月に香港鉄路が撤退した後、8月に入札招待状が発行された。翌2017年8月、ウェストミッドランズトレインズが運行権を獲得し、同年10月中にロンドンミッドランドから列車運行を引き継いだ。契約満了は2026年3月を予定している。一つ前の運行会社である。 ロンドンミッドランドが運輸省に対してのみ責任を負っていたのに対し、ウェストミッドランズトレインズは WMR ブランド部分に関しては、同リージョンの16の地方自治体で構成されたウェストミッドランズ鉄道局に対しても責任を負う。現行のフランチャイズでは、サービス水準などの変更には運輸省の許可が必要だが、2026年からの 次期フランチャイズからはこの部分について運輸省の管轄下を離れることが予定されている。なお、二つのブランドの区別がロンドンミッドランド時代と比べて明確になっているのは分離に備えてブランドの明確化が運行契約の要件となっているからである。ロンドンノースウェスタンレールウェイの 350K ウエスト、コースト本線やその四線区を走る列車は ロンドンノースウェスタンレールウェイというブランドを使用する。この名称は1921年鉄道法による統合まで同系統の列車を運行していたロンドンノースウェスタン鉄道にちなんだものであり、コーポレートカラーは緑色、ロゴは L、N、W の3文字を組み合わせたものである。ロンドンよりの5駅、ワットフォードジャンクションでは、オイスターカードなどの非接触式、 IC カードが使用可能である。列車は以下の路線を走行する。2020年5月実店での平日オフピーク時のダイヤは以下の通り。ウェストミッドランズレールウェイの172系、バーミンガム周辺の路線ズバーミンガムを中心とした、ウェストミッドランズ地方で運行される列車は、ウェストミッドランズレールウェイというブランドを使用する。コーポレートカラーは、 オレンジと紫であり、ロゴは六角形の中に W と M を縦に並べたモノグラムである。このロゴは、ウェストミッドランズ内の他の交通機関や交通行政を担う組織と色を除いて共通のものであり、バスは赤、ウェストミッドランズメトローを、自転車関係は緑、ウェストミッドランズ鉄道局はターコイズの同じロゴを使用している。 スタウアブリッジタウン支線の列車は直営ではなく、オープンアクセスオペレーターのプレメトロ・オペレーションズが実際の運行を担っている。列車は以下の路線を走行する。2020年5月時点での平日オフピーク時のダイヤは以下の通り、以下の変更が予定されている。ウェストミッドランズ・トレインズはロンドンミッドランドから139系、150系、153型、 170系、172系、319系、323型、350型を継承した。既存形式の増備のほか、新型車両として230型が導入されており、今後は196型と730型も申請される予定である。ウェスト・ミッドランズ・レールウェイ153型、ウェスト・ミッドランズ・レールウェイ170系ウェスト、 ミッドランズレールウェイ 172K ウェストミッドランズレールウェイ 172K ウェストミッドランズレールウェイ323型ロンドンノースウェスタンレールウェイ 230K ロンドンノースウェスタンレールウェイ 319K ロンドンノースウェスタンレールウェイ 350K ロンドンノースウェスタンレールウェイ 350K ロンドンノースウェスタンレールウェイ 350K ウェスト ミッドランズトレインズはカフに、シビティファミリーの機動車を26編成80両、ボンバルディアに、アベントラファミリーの電車を81本333両、発注している。これらは2020年から2021年にかけて、納入される予定である。すでに納入された230型を含め、これら新型車両に関する詳細は2017年10月に発表された。 ウェストミッドランズレールウェイ196系。ありがとうございます。